はい、ではやっていきましょう。星109、これはやばいですね。相当低いスタート、変化球、新しい球種じゃなくて同じものですね。そして回復おにぎりもやる気も、ないということで、これはどっかでノリノリ、ウェイ、かぶりたいな。せっかく物を拾ったのに。はい、選手、変化球中心、これはありがたい、これは活躍の兆しあり。ウェイ、また、あー出てきたか、回復。待ってよ、これ先にこっち行って、お、守備と、これはやや上がりか、2段階行ってくれたらあざっす。いやー行かないね。ほい、ウェイ、超回復、5だったら OK。 ちょっとステージどうかなと思ったけども、球速むしろ落ちてるね。はい、第2ステージ。さあ、葵さんな、球速上げてくれるのはいいんだけど、折り辺も持ってないというか取れないですね。シンカー系を持ってたらマリンボールでした。マリンボールじゃないか、手汗ボールか、言い方を間違えてしまった。無事は起きた、変化球、うい、また1か。で、球速は頑張って踏んでいかないといけないんで、まあコンスタはそんな頑張んなくても、カンスト近くまで持っていけるんで、よっしょー、ドン、 OK、 7。はい、第2ステージ終了。変化レベルはだいぶ OK。 ナックラーで、ナックラー、お、新しい球種、今か。カーブだからあんま関係ないか。これ球速を取ってどうしよっかな。球速がここに2個なんだよね。ほい、赤が青、おー変化球入ってこない。回復量がやばい、さっきから引きがいい。ほい、いやー、テンションダウン。これは選手を OK、 大谷さんじゃないか。ミート対応、強振対応の間違いだろ、どっかのメジャーリーガーは。うい、スタミナー、そこじゃない、ゴールしましょう。さあ次だ、第4ステージ。これはまずは新しい球種もある。球速をね、ガツガツ踏んでいきたいんですよね。上、真上、真上。ちょっと位置微妙だな。変化球強化、OK。でも新しい球種だからな。やばい。あ、でも赤1個だけでゴールできる。キレ、いいぞ。カレンさん、下くんだよ。よしよしよし。止まった。止まったけど、これ放置でいいかな。わーっと、これ下行きたかったけど、ロックオンが怖いから。ほい。スタミナアップ。いや、ほんとはこの辺行きたかったんだよな、2つ。変化球、OK。いいね、シュートシュート。カーブ、ナックルがどこまで上がるか。コントロール下げ、いいぞ。総変化10。さあ宝箱は2つ。でも位置が悪すぎる。あー、これ最悪だ、最悪だ。これ球速にするのを待つのが無理だな。でも一気に変えます、1個だけだね。しょうがない、待とう、ヒーリングで。ロックオンはない、ロックオンがある、ロックオンが怖いな。されたね、さあどこまで粘れるか。ここで
暴れてるね、カレンさん。うえい、水木さんよ。やべえ、早く水木さんのとこ行きて。場所はどこだ。遠かったら諦める。遠いか。やっと休息。まあ行けなくはないか。変化球強化を落とす。ここルートあったよね。あ、やばい。いやー、水木の動きは読めねえ。どっちかだと思う。こっち。よし、オッケー。うまく読んだね。で、現在プロ入り落としてるというかないので、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10、12、いける。ここで回復を引け。ドーン。あー、うわー、まあいっか。スタミナいらない。160オーバーした。これは強い。いやー、ヒーリングが欲しかった。ということで、なんとかゴール。そこそこの選手できましたね。ということで、名前設定していきたいと思います。はい、名前設定してきました。名前ムファサ、ライオンキングの悪役です。いや、なんとなくね、今ライオンキングが見たくなって、そんな名前をつけてしまった。ということで満足。総変化的にもね、12ですね、伸びたので、160もオーバーしたし、いいんじゃないかな。はい、1年間オートペナント回してきました。結果はこちら、防御率 2.07 で第2位、ゆうせい君に負けましたね。勝ち13、負け11、ゆうせい君やば、23勝。ということで、まあ、ロッテなんで勝てないんですよね。勝ち数はどうしてもね、球団で決まってしまう、そんなような感じでしょうか。完封が6、完投が12で、唯一取ったタイトルですね、こちら305奪三振。奪三振入ってないのによく取ったな。奪三振率は素晴らしい。ということで、新人王と奪三振のみのタイトル、ぜひぜひダウンロードお願いいたします。ということで、バイバッチー。